3分からスタートになりました第57回デイビッツ西日本ロードクラシックデイルミニスタート第7戦スタートとなりました。選択数は前半過ぎてて、そして今後方バックストレート陣、いやここで緩めましたね。一体緩めました。お互いの状態をどこまで上がるかのボスの動画のもうあとは目視か定点カメラに入っていくか。さあ見えてきました。さあこの2人、おっとここで小林あかりが後続を離しての見事勝利。まあ、伊勢道康選手 MKW。 第57回西日本ロードクラシックです。いよいよ J プロカーのスタート。
最後に岡本和也だ。すごい。